こんばんは。11月14日火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、中東依存 96% のリスク、ガザ紛争で日本の石油危機再来かです。今夜のゲストの皆さんをご紹介します。まずはアメリカの外交にお詳しい外交ジャーナリストの手嶋龍一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。続いて経済産業研究所コンサルティングフェローで原油天然ガス動向が国際情勢に及ぼす影響などを研究されています藤和彦さんです。よろしくお願いします。お世話になります。そして慶応義塾大学大学院教授でイランを中心とする中東の国際関係とエネルギー安全保障がご専門の田中浩一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週11日アラブ連盟とイスラム協力機構が緊急で合同会議を行いました。サウジアラビアで開かれたのですが、その中でイスラエルの攻撃を非難する声明が出されました。内容はガザでのイスラエルの攻撃、戦争犯罪、残忍で非人道的な大虐殺を非難する、こういった表明だったんですが、一方でイスラエルに対して停戦は求めませんでした。そもそもこのアラブ連盟イスラム協力機構はどんなものなのかといいますと、まずアラブ連盟、アラビア語を母国語、公用語とする国で構成されています。エジプト、サウジアラビア、UAE、バーレーンなど21の国が参加しています。一方でイスラム協力機構、イスラム教国で構成されていて、イラン、インドネシア、トルコ、カメルーンなど中東のみならず多岐にわたる56の国が参加しています。当初はこのアラブ連盟とイスラム協力機構別々に会議を開催する予定だったんですが、急遽合同で会議を開くことになったと報じられています。まず田中さんにお伺いしたいんですが、このアラブ連盟とイスラム協力機構というのはもともとどういう関係だったんでしょうか。それぞれ別の地域機構ですが、アラブ連盟は今説明いただいたように、アラブを中心として構成されています。で21カ国1機構なんですけれども、特にその活動で目覚ましいのはやはり中東紛争以降ですね、このイスラエルに対して何かしらかアラブで、共同戦線を張るということで、活動してきた経緯がありまして、特に有名なのがイスラエルに対して経済制裁を課すアラブ、通称アラブボイコットと言われる制度を敷いていたということなんですね。でそれに対してイスラム協力機構の方はかつてイスラム諸国会議という、ちょっと違う名前だったんですけれども、それを持って、イスラムの、教徒が、大多数を占めたり、あるいは過半数程度を占めるような国によって構成されています。こちらの方がより横断的で、地域の点で見ても中東だけではなく、さらに南アジア、東南アジアなどですね、各地に広がるということになっています。そうした中で、イスラエルに対して停戦を求めないというような内容のこの声明が出たわけなんですけれども、このあたりいかがでしょうか。まず構成国がたくさんありますので、それぞれの立場を考えて、全員で一致できるその内容というものをこう探さないといけないわけですね。そうなってくると、最も尖った主張をする国と最も穏健な主張をする国との間で当然溝が生じるわけでして、その間のところを埋めきれないというのが実情ですね。で尖った国、例えばここに出ているイランなんかであれば、イスラエルを打倒するということを前提に考えている国ですので、これ最強硬派、例えばこの中ではですね、なりますので、そのような国と例えばもうすでに国交を結んでいるバハレーンとか UAE やヨルダン、エジプトという国との対応にやっぱりそれなりの差がどうしても出てくるということで、ある種その、最大公約数というのか最小公倍数というのか、みんなが同意できて、これ以上のところではそこが生じないというところに、ようやく落ち着いたという感じですね。そうするとそのイスラム協力機構が入ってくるということは、これイスラエルのハマスに対する攻撃をこう宗教的な側面からこう見るグループだと、こういう見て方でいいんですか。もちろんその宗教的な側面は入りますけれども、別に宗教に基づいて戦争を行うとかですね、行われているというふうに見ているわけではありません。ただし、関心事項としては、イスラムにとって第3番目の聖地であるエルサレムが、イスラエルによって占領されているという状態、特に東エルサレムがですね、占領されているという状態に関しては、これ非常に強く反対を示しているわけです、その意味で言うと、じゃあ今回合同会議にしたっていうのは
主なこう首謀者というか合同にしようぜという呼びかけたのどっちの側のどの国かって今のお話聞いてるとじゃあイランが仕組んだんだろうなって思っちゃうんですけれども、いやこれはやはり主催国であるサウジアラビアの枠ですね、はいはい、これはイランが何を言っても、まあ、そこまでイランの影響力特にその政治的な影響力はこのイスラム諸国会議で、はい、イスラム協力機構であれ、うん、まあ、あるいはその全くイランが直接は関わっていないアラブ連盟に対して響くわけではありませんので、はい、うん、これはあの、まあ、両方をまあここで取り仕切ったサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子の手腕によるものだと思っています、はい、うん、じゃあサウジアラビアは合同会議にするメリットがあったということですね、まあ、それこれから伺っていきますけれども、そうですね、はい、まあ、ある意味でですねそのアラブ連盟で出た内容とイスラム諸国会議の方で出た内容に齟齬があっては困るわけですよね、はいはいはい、ですからそこにはだから一定 の, あの共通したものを出したかったので、うん、まあ、それであれば最初から同じところで議論するというまあ正しいやり方だったんだと思います、はい、では今度その合同会議の内容について見ていきます。これ報道によりますけれども、まずロイター紙、イランのライシ大統領がイスラエルに石油や物資の制裁を科すようイスラム諸国に求めたこと、あるいは一部のアラブ諸国がイスラエルとの外交関係を完全に断ち切るように主張したというふうに報じられています。そんな中エジプト紙のアルアハラム電子版はアラブ連盟内の影響力のある国々がイスラエルに圧力をかける提案を妨害したと伝えています。この妨害をした国名は明らかになっていないんですけれども、うんうん、富士さん、このどの国だと推測できるでしょうか。報道ベースで見てるともう明らかになってるんですけどね、はい、あの妨害したのはあのアラブ諸国連邦とバーレーン、それからもう一つの国の三角国だと言われてまして、もう一つってのは、まあ、ちょっとそれは分からないです。ほう、ですから私今回はアラブ諸国連邦がやっぱりポイントだと思ってまして、はい、でもともとそのイランはですね10月中旬からですね、先ほどのイスラム協力機構の実務者会議の場でもうイスラエルとイスラエルの友好国に対して制裁を課せって話をしてましたので、多分当然出てくるんだろうと思ったんですが、この会議で一番声を上げたのはアルジェリアとレバノンだったらしいですね。レバノンは分かるん、はい、レバノンは分かるんですが、アルジェリアがちょっとなぜ行ったかちょっと私は、はい、むしろ田中さんにお聞きしたいぐらいなんですけど、うんうんうん、アルジェリアとレバノンが声を上げて、うん、UAE とバーレーンが反対したという構造は明らかになってます。アルジェリアって何なんですか。伝統的に反イスラエル色が強いところでして、もう一つあと政治的にモロッコと敵対しているので、はい、モロッコが新イスラエルなので、はい、それの裏をかくという点でも、はい、今の3カ国目でバーレーン UAE ともう一つどこなんですか。想像ですよ、想像で。想像ですか。想像。いや、影響力あると言ったらエジプトなんですけれども。あ、はいはい、うん、そうすると富士さんね、今の話っていうのは要するにこの3つの国っていうのはどれもそのイスラエル、このたまたまこの地図においてもイスラエルと国交がある国じゃないですか、はい、やっぱり国交がある国っていうのはイスラエルに対して強い姿勢を取らないようにしている。明らかにそうだと思います、うん、はい、手嶋さんね、はい、この国に行ってこの地図にも書いてあるのはイスラエルと国交がある国っていうのはつまりエジプトはもともとイスラエルと国交あったけれども、バーレーン UAE っていうのは何て言いましたっけ、アブラハム合意、はい、アメリカが仲介をして、はい、まあ、イスラエルと仲良くしなさいよっていうその枠に入った国々がグッといったってことは、じゃあ今回バーレーン UAE エジプトがイスラエルに対して強硬な論強硬論に対してちょっとブレーキをかけたとすれば背景にアメリカの意図があるというふうにそう言わざるを得ないと思うんですね、うん、その点ではアブラハム合意というのはですね、はい、実は日本であまり大きく取り上げられることが少ないんですけれども、はいはい、今回テコとして非常によく聞いているということが言えると思うのと、うんうん、あと今有力な影響力のある国がどこかという話がありましたけれども、はいはい、順当に言えばもし3つだとすれば、うん、エジプトなんですけれども、はい、実はヨルダンが大変重要だと申し上げていいんだと思います、うん、はい、ヨルダンというのはもともとそのイスラエルと国境を接してますし、はい、実はアラブ穏健派の中から一番伝統的に、うん、それから経済的にもイスラエルに多く依存をしているという側面があって、はい、まあこういうとヨルダンの人たちは怒るかもしれませんけれども、うん、イスラエルにかなり多くを頼ってとりあえず経済を成り立たせているということになりますから、影響力を発揮したかどうかは別にしてですね、はい、そのイスラエルとあまり過激な関係に立ち至らないという一角にはやっぱりヨルダンは入れておいた方がいいんだと思います。なるほど。田中さん、今のお話があったとやっぱりもうすでにこのアラブ連盟イスラム協力機構の合同会議とは言いながらも、もうはっきり言うとその中に亀裂が生じていたのか、最も今回生じてしまったのか、はい、
それはどういうふうにご覧になってますか。もともと温度差はありますので、はい、必ずしも私は亀裂というほど激しいものだとは受け止めていないんですね、うんうんうん。ただ、例えばイランの主張、10項目提案というのがあったんですけど、はい、全部拒絶されています。そんな要するに他の国がとても飲めないような極端な、そういうことですね。なるほど。なのでこれはですから他の国がどれぐらいそのイランと距離感があるかということをまた表してもいるわけなので、はい、それはだから今に始まったことでもこの会議で初めて明らかになったことでもないですし、うんうん、10月7日以降のこのガザをめぐる危機がもたらした亀裂でもないです、はい、なるほど。関係図で見ましょうか、はい、こちらは先ほどの地図なんですけれども、はい、まずイスラエルとの国交がある国で見ていきます、うん。イスラエルと国交がある国、まずエジプト、ヨルダン、バーレーン、UAE なんです。で、イスラエルと対立しているのがイラン、うん、そしてサウジアラビアはイスラエルとの交渉を進めていたんですが、今回の件で中断されているという内容なんですが、その中で、もう一つの地図も見てみましょうか、はいはい、こちら先ほどヨルダンとの関係も出てきましたが、このように見てみると田中さん、この今の中東をめぐる、関係を見ると誰がイニシアチブを取っているのか、大きなこのキーになる国ってどこにあるでしょうか。今回のケースではですね、はい、やはりサウジアラビアの動向が一番、注目を集めているですよね。それは主催国だから、それとも大国だから、大国であるということと、はい、まさにそのハマスが10月7日の攻撃を行った原因の一つに、このサウジアラビアとイスラエルの関係正常化交渉を脱線させるためにあった行われたんじゃないかという見方もあるぐらいですので、その点ではサウジアラビアの重みウェイトというのは非常に大きいんですよね。ただこの問題、今その起きていることをどう対応、はい、中東の世界やそれからイスラムの世界としてどう対応を取らしなければいけないのかということになってくると、それは例えばその今のイランの話であるとか、エジプトの話であるとか、それこそヨルダンの話も含めてですね、それぞれが一か月持ってますので、とりあえず皆さん の発言の場を与えないといけないというのが、今回の会議だったわけですよね。イランが反イスラエルだというのは迷わなくていいにしても、サウジが真ということを使っていいのかどうか、真じゃないけれども反じゃないみたいな、なんかそのサウジアラビアのイスラエルに対する距離感はどう見たらいいんですか。この事件が起きるまでは、はい、サウジアラビアとイスラエルの関係正常化交渉がだいぶ進んでいるということが、この夏の間、随分と伝えられていたんですね、はいはい。私はそれ話半分だとしても、それなりに進展があったんだと思っておりますが、ここで大事なのはサウジアラビアがイスラエルと関係を正常化することは、そもそも何を狙っているのかと、何がメリットなのかということなんですけど、これは別にイスラエルから何かを買うとかということは別に多少はあるんですけど、はい、それ以上にサウジアラビアはアメリカにいろいろ条件を突きつけてきたわけですよね、はい。その条件としては、例えば安全保障に対するコミットメントを強化しろとか、はい、あるいはいわゆる核開発の部分、これは一応原子力開発ということになりますけれども、核開発への協力であるとか、それから最新鋭の兵器の引き渡しであるとか、こういったものをいろいろ要求していたわけですが、いずれもこれバイデン政権からすると、なかなかこう首を縦にと振ることができない、各種することができないような問題があるわけですよね、でそれはなぜかというと、サウジアラビアが強大になると、やっぱりそれはそれでまたイスラエルとどういう関係を持とうとも、やはりイスラエルの潜在的脅威になり得ることにもなりますので、これは政権だけではなくアメリカ議会が非常に強く懸念を示し、そして場合によってはこれを議会の力でブロックするかもしれない、そういう余地があるぐらいなんです、ただサウジアラビアがイスラエルとこのように関係を正常化してもいいということで前に進んでいたところで、この事案が起きてしまったということで、大きなその損を例えばサウジアラビアがしているとも考えられるわけですよね、ですから、イスラエルとの関係をこれで関係正常化を断念したとは私は思いませんけれども、ただ相当この現状を見て、なかなか動くに動けない状態がこれで生じてしまった、でそうこうしているうちにアメリカは大統領選挙に入りますし、政権が変わったときに果たして今回ある程度までですね、話が煮詰まっていた、こういったサウジアラビア側の条件をアメリカも飲むというようなことが、そこまで話ができていたんだとしたら、それがもう一回やり直しになるかもしれないわけですね、だそれではもう非常に大きな
マイナスを今回食らったというふうに、サウジアラビアは見ているとでしょう。今の話があったと、サウジアラビアが例えば核開発、原子力開発にしても、その武器、アメリカからの武器支援にしても、それはイスラエルとの関係が良好でなければとてももう少なくともアメリカは認めてもらえない、くれないという、そういう前提を考えると、じゃあサウジアラビアとイランというこの面積だけ言ってもでかいわけですよ、この地域において。というと、この中東におけるイランとサウジアラビアというのが二大国が、この地域における二大覇権国としてもし勢力争いをしているとすれば、それがイスラエルとの距離感においても明らかに対立拮抗、対立ですよね、している。こういう状況下の中での今回のガザ侵攻だったという、こういう理解でいいですか。とりあえずそうです、構図としてはそれは間違っていないと思います。ここからは先ほども話題に上がりましたサウジアラビアとイランの関係性について見ていきます。先日11日イランとサウジアラビアが首脳会談を行いました。というのも、イランのライシ大統領がイスラム諸国の会議に出席するためサウジアラビアを訪れていたところ、国政を取り仕切るムハンマド皇太子と直接会ったということなんです。今回は今年3月に中国の仲介で3月に国交正常化して以降初めての対岸での首脳会談でした。両国の関心事や地域情勢について詳細に議論することで一致し、パレスチナ情勢も協議したということなんですが、では具体的にどんな話をしたのか。藤さん、まずこのもともとサウジアラビアでに用事があったからということですけれども、首脳会談をどちらからやろうかというふうに呼びかけたのは、もともとのイランとサウジアラビアの対立は2016年から17年にサウジは一方的にイランとの国交を断絶したわけですね、ムハンマドさんが。でその後急にですね、この接近したのは、昨年12月に中国の習近平国家主席がサウジに行った時に、私が得ている情報ですと、ムハンマドさんからなんとかイランとパイプのある中国にイランと仲介してくれって話をしたらしいんですね。でその理由はもっぱら経済的な理由です。でやっぱりイランと対立している限りは非常にサウジの地政学リスクが高いと、で彼らはビジョン2030年といって、2030年までに経済を脱石油化すると言ってますから、海外からの投資が欲しい、でイランといさかいやってるとうまくいかないので手打ちをしたいということで、それに中国を乗って3月に合流し、今回首脳会談をしたって話ですので、ムハンマド皇太子、一説にはカショギさんを渡した、冷徹な殺人者っていう、側面もある一方で、ある意味では解明派君主という意識もありまして、人権はあんまり重視しないけど、国を何とかしようとする、いわゆる解明派君主という立場からして、イランとのその接近をやったのではないかと私は思っています。じゃあその要請を受けて会談に臨んだイラン、ライシ大統領の側の思惑としては何の狙いがあったんですか。イランも当然経済的なメリットがあります、サウジとくっつくことによって、今イランからの石油の輸出量がすごく増えてますが、アメリカはイランに対する制裁はやめてませんが、運用をかなり緩くしてますから、そういう面での経済的なメリットがあるということでイランもその話に乗ったと、さらには、イランは中国との関係で非常に投資を呼び込んでますから、スポンサーの中国に言われたら、その顔を立てる必要もあるという要素もあったと思います。なるほどね。その前後どちらが先か僕分からないので伺うんですけれども、例えばさっき その合同会議においてはですね、イスラエルに対する経済制裁するべきだというような意見が出たとかですね、そういう話があるわけじゃないですか。じゃあこの首脳会談において、イラン・サウジアラビアの首脳会談において、ライシ大統領がムハンマド皇太子に対して、じゃあサウジもきちっとイスラエルに対して強硬姿勢で足並み揃えろよというふうに言ったか言わないか、それに対してサウジアラビアは、いやちょっと我々はいろいろイスラエルと関係がこれからもあるんでそれはダメだという、その目の前の問題についてこの両首脳が会談をした可能性についてはどうですか。私はちょっと真相は分かってませんが、多分この会談では言ってこなかった可能性がありますね。で言わなくても別にイランは元を取ったと。なるほど。もうすでにサウジとイスラエルの国交というか完璧に暗礁を乗り上げましたし、ですから今回イランとしてはあまり重い十字架を背負うことなく、先ほど田中先生がおっしゃったように、今までと何もない強硬な意見を言っただけですけど、要はアルジェリアとレバノンがすでにイスラエルに制裁というカードを切ってくれましたから、全く問題がないと、
ということだと思いますね。田中さんいかがですか、このイラン・サウジの首脳会談、まあ、双方の思惑と結論、どういうふうにご覧になってますか。そうです、まずサウジアラビアが今回の会談に、はい、まあ、際して非常にイラン側に気を使ってたっていうのは見えるんですよね。はい、でこれはまあビデオでずっと見ていたんですけれども、はい、個別のこの首脳会談を開催する際に、はい、各国の首脳がこのムハンマド皇太子が、まあ、控えている部屋にですね、うん、案内されていくんですけれども、うんうん、他の国の首脳はですね、はい、まあ、その廊下を歩いてホールを通って、うんうん、でそのまま部屋に入っていくと、はい、でいう形なんですけれども、はい、ライシ大統領の場合には、うん、その手前にあるホールのところまで、うん、ムハンマド皇太子が出迎えに出てきてたんですよね。まあ、これは確か外交儀礼上非常に丁重に扱っているということがはっきりと分かるジェスチャーですから、まあ、関係を、まあ、ここで荒立てたくないというのはもちろんありますし、はい、願わくばもう少し穏当な関係にですね、うん、二国間関係を運営していきたいという思いは多々あるんだと思います。で、まあ、その理由は先ほど藤さんがおっしゃったように、はい、サウジアラビアはやっぱり多くの投資をしなければいけない状態にある中で、はい、まあ、特にイエメンの方からですね、うん、サウジアラビアに向かけて、はい、まあ、かつてたくさんそのミサイル弾道ミサイルや UAV やドローンが飛んできてたわけですけども、はいはい、あれをだからなんとか抑え込みたいというのが、まあ、サウジアラビアの、まあ、特に考えていたところなので、うん、まあ、実際そのこの春に関係が、うん、まあ、いわゆる正常化してからは、はい、だいぶそれが収まってきてたんですよね。うん、それはつまりじゃあイエメンから飛んでくるドローンとかミサイルっていうのはなぜかイランの影響か、イランがやめろといえばやめる部隊であると、そういうことですよね。まあ、完全にやめるわけじゃないんですよ、はい、そこは、はい、ただ、はい、この際そのイランが、まあ、望んでいないことを、はい、ホーシー派が、まあ、これイエメンの武装勢力と言われているものがですね、そのイランとの関係を自ら悪化させるほどことをですね、うんうん、としてまでやろうとはしないということなんだろうと思いますね。なるほど、はい、なるほど。一方じゃあそういう状況で伺うとですね、田中さんね、こういわゆる先ほどの地図においてその地域の大国イランとサウジとかっていうふうに、まあ、ステレオタイプな見方をなぜするかというと宗派が違うとかってよく言われるじゃないですか、はいはいはい、シーアとスンニがどうこうでとかっていう話もある中、はい、じゃあシーア派とスンニ派の間の相互の不信感とかその敵対心みたいなものというのがこの両国の間に強いというふうに思っていたんだけれども、現状この色から言ってみようか、このイスラエルというでっかい敵が浮上してる。でもサウジアラビアから見たら本当の真正面の敵かどうかわからないですよ、はい、ただイスラエルという存在がある以上今そういうこうスンニとかシーアとかっていうその宗派を乗り越えて今イスラエルに対してしっかり手を握り合おうというところまでこの2国は納得してるとは思ってないということですよね。イランの方はそうしたいと思っていると思うんですね、はい、あるいはできると思っているかもしれませんが、はい、サウジアラビアはそんなこと考えてない、ね、考えてない。でこの2国の対イスラエル連携というのは足並みは揃ってないと見ていいんですか。まあ、なんですか、表面的にはなんかここでうまくこう、まあ、なんですか肩を並べたという、はい、まあ、演出になっていると思いますけれども、うん、腹の底というかですね、はい、この後、まあ、具体的な政策を仮に、うん、イスラム諸国で連携を取ってやっていくんだとか合同でやっていく、うん、行くんだということになったら当然これは足並み乱れます。乱れる、はい、そうするとやっぱりだからその合同会議をねサウジアラビアが主催しようということで全部集めたわけじゃないですか、うん、普通主催するっていうことは足並みを揃えるためにみんな集めるかと思うんだけども主催して集めておいても足並みが揃わないことについてサウジアラビアは了解している。ガス抜きです。あと持っていっちゃうと議長ですから、はい、自分の立場はあまり鮮明にしなくてよかったんですね。あ、なるほど。であともう一つは、はい、今回先ほどサウジはイスラエルの国交正常化でちょっと割を食ったってお話が田中先生ありましたけど、それは一面そうだと思いますけど、はい、今回フリーハンドがあったんですね、うん、国交正常化してなかったので。なるほど。だから UAE は国交正常化しちゃってるんですよ、はいはいはい、でこれはある意味では、まあ、この3年間でいろいろ投資とかですね、はい、いろんな形でメリットがあったと思いますけど、はい、かなりその足かせになってますから、うん、サウジはそういう意味ではフリーハンドがあったって意味では、うん、なるほど。議長ということもあってラッキーだったって感じがします。手島さん、この状況どうご覧になりますか。この構図の中でですね、はいはい、実は非常に重要なプレイヤーが、はい、登場してやい、つまり影の主役とも言っていいんだと思います、はいはい、やっぱりそれは超大国アメリカの存在だというふうに思います。イランとサウジアラビアの国交の樹立というのはですね、はいはい、やっぱりこれ相当なインパクトを与えて、うん、中国が仲介をしたというふうに言ってますよね、はい、
長年ホワイトハウスのずっと外交を見ていた立場から言うと、これほど重要な中東の2人のキープレーヤーがですね、国交樹立をする、その手打ち式がまさに北京で行われる、そして王毅国民外相がそれを裏書きするというのは、やっぱりアメリカにとってはですね、相当な衝撃だった。そして僕はもうこの一言で、超大国アメリカ衰えたいというふうに言わざるを得ないんだというふうに思いますね。そういうことでもあるし、それだけにですね、今回は両者がどういうやり取りをしたのか、お二人の専門家が言われる通りなんですけれども、私ども重要な会談を長く見てきた外交記者の立場から言うと、もう会っただけでインパクトは十分というふうに、大抵こういう重要な会談ではですね、あんまり重要なことは話してないんだと思いますよ。会ってる、会うことが一番重要。もちろんそうです。でつまりアメリカに対する大変なあのプレッシャーにもなりますし、そして会うだけでですね、ムハマド皇太子はイランのライシ大統領にですね、お分かりですねと口に出しては言いませんけれども、野暮になるので、あなたが影響力があると言われているイエメンのですね、フーシ派がいろんなことを、そこはあなたが抑えるんですねというですね、無言の圧力は言ったかもしれませんけれども、一方でもイラン側にしてもね、じゃあ分かったと、あなたが黙って言いたいことは分かるけども、当然じゃあ我々が望んでいるようなイスラエルに対する強硬姿勢でサウジアラビアさんよと足並み揃えてくれるよねっていう、それが要するにボス公の無言のやり取りなんじゃないですか。そういう圧力は受けてると思うんですが、一方ですね、サウジアラビアとしてはですね、今イランとの、イスラエルとの国交の自立交渉って明らかに頓挫をしているし、サウジアラビア外務省がですね、ホワイトハウスに対して一時中断ですということを内包はしていると思うんですね。したがって一時頓挫はしているんだけれども、これ果たして消えてしまったのかというと、私はそう思いません。さっきご指摘がありましたように、これサウジアラビアとしては、サウジアラビアとアメリカのですね、日米安保にやや近いと言われているんですけれども、相互安全保障条約をぜひ結びましょう、そしてさらに重要なのは原子力協定もというふうにそれがかかっていて、アメリカはそのカードを完全に切っているわけではないですけれども、そういうやり取りが行われている、それじゃアメリカやや不利ですよね、にもかかわらずどうしてかということになるとですね、やっぱりイランとサウジアラビアがですね、アメリカの向こうを張って電撃的に中国を仲介役にしてね、国交を樹立した、このインパクトは、アメリカはもちろん、ショックを受けましたとは言いませんよ、しかし新人なやっぱり衝撃は受けているんだというふうに思います。その点でですね、この番組でも専門家が、いや中国の仲介っていうのは表面上のことで、オマーンなどの国が下ごしらえをしてという、それは確かにその限りではそうなんですけれども、やっぱり外交っていうのはまさにシンボリックなものですから、北京で手打ちが行われた、それは大変重要だったと思います。モルダのアブラム候補で言うと申し上げておきたいのは、実はですね、これワシントン近東近い東研究所というところがアンケート調査をやっているんですけど、非常にやっぱりアブラハム・ゴーグに対してアラブの民衆の評価が低いんです。で例えばその国交正常化したバーレーンとか UAE では7割が否定的、それは民主的選挙が行われているかどうか僕は知りませんけれども、選挙前の政策としては罰ですね。サウジアラビアも 78% 反対です。それでも進めるっていうのは選挙関係ない国だからっていう、そういう話でよろしいですか。権威主義体制だからっていうことですし、多分エリートが良かれと思って解明的に国の形を変えていくんだっていうところがやや危うさがあって、でしかもこの先ほど田島先生おっしゃったように、アメリカの威信が落ちている中にあって、このアブラハム号に執着することが果たして吉と出るか凶と出るかっていうところは、私は非常にちょっと心配なところがあるんです。迷ってますか、田中さん。この例えばバーレーンとか UAE とか、要するにアブラハム合意でイスラエルとの関係性を良くしようと正常化した国々っていうのは、やってよかったかなっていうふうに後悔してる雰囲気あるんですか。いや、 UAE は完全むしろ経済的メリットを得てますので、多分失敗したとは思ってないと思いますね。ただ今回の一連の動きで大使を一回引き上げてはいますけれども、これはですから外交上のジェスチャーとして普通できる最大限の不快感の表し方ということになりますね。そうすると、じゃあ別にその民衆の7割が反対、評価していないと言っても、それによってその選挙で負けて政権交代するような、そういう政治体制じゃないから、
あんまりそういう心配はなく、そう、まあ、あの藤さんの言葉で言うと開明的な政治リーダーが民主を引っ張っていく、そういう統治システムにおいては問題なく進んで、問題なくというか迷いなく進んでいく、こういう理解でいいですか。まあ、そういうことですね。